とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、陣兵で、ボスラッシュ行きます。使うキャラクターは、これ。ワイルドボーイ。だね。ボスは、エルゼメキア。そして、ゾリアライア。サメキホジロウに、マゼラボルト。4体。サクッと倒しちゃいましょう。では5区行ってきます。ちょっとね、俺のワイルドボーイが捨て身を持ってなかったのよ。捨て身武器なのでちょっと火力が低いです。45% 上がってないのでちょっと低め。代わりに無防をねつけてきた。無防、クリティカル率が敵から攻撃を受ける分こっちも上がるっていうやつ。まあ宇宙服装備してるんで食らう分にはもう食らわなくなってるんでいいよね。でも捨て身は欲しかったな。でワイルドボーイが11月のアップデートから結構強くなったよね。強くなったっていうか今回というか11月に追加されたボスと、相性がいいから戦いやすいんだな。ワイルドボーイは良くなったよ本当。さあ回復しましょう。前はねちょっと使いにくかったけどすごい使いやすくなった、まあエルゼメキアもそうだしゾリアライアもそうでマゼラ系あの2人にもベストマッチだからねめちゃくちゃいいよ。はい、よし。じゃ次、ゾディアライア。サクッと対しましょう。プラズマだけは注意ね。プラズマは、食らうと死んじゃうので、あれだけちょっと、あぶねえ。危ねえ。あ、ゾディアレイもね、ちょっと注意かな。これも、ダメージがっつり持っていかれるんで。ちょっと注意していきましょう。やば、あぶねえ。3000ぐらいは持っていかれるかな。よっしゃ、チャンス。よっしゃ、いい感じ入るね。シャドウマン別に鬱陶しくないからいいか。でマジカルベールの反射を受けないっていうのもほんといいね。反射受けないのはめちゃくちゃいい。ちょっと一回倒しとこう。 OK。 あプラズマ危ね。プラズマ戻ってくるからね要注意。 OK。 ちょっと待って、まあまあチャンスにしてから攻撃を入れる感じにするか。 OK。 いい感じ。どうだろう、これ捨て身でも全然いいんだよね。あれ、おいマジか。まあ、召喚されるけどいいかな。やばい、おぶねえ。プラズママジやばいからね。プラズマ要注意です。食らえばまともに入れば死ぬから。多分レベル800の人でも死ぬんじゃないっけ。確かそれぐらいあれやばい技なんであれだけは要注意。 OK。 ここら辺だ。ガーディアンが出たか。あスティンガーか。なんとか取れたけど必殺技他に打てるやつがない。ちょっと微妙だな。ああ思い切り縦に並べてる。くらえ。どっち打ってるんだい。どっち打ってるんだ。プラズマが戻ってくるんでそれ注意してと。しゃ。私は負ける。オッケー。あと一発。オッケー。
あと一発だ。いけい。よし、では次、ホジロウくんとマゼラボルトか、いきましょう。サメキホジロウ、いきましょう。こいつもね、近接の攻撃が相当痛いんで、遠距離から攻撃できるっていうのはすごくお得だよね。しかもこいつのチャージ攻撃は回避も兼ねてるんでいいよね。 OK、 めっちゃくちゃいい。うん、避けやす、近づかなくていいってすごい得なのね。安全、安全すぎる。うん、で近寄られても、おっと危ない危ない、結構食らったぞ、結構食らった。でもまあワイルド、うん、そうね、ワイルドアップに打つときは近づいた方がいいんだけどね。オッケーオッケー、まあ全部黄昏で来れば問題ないのか。うん、まあまあまあ、もう倒すでしょう。最後の最後はちょっと近づいていけ。しゃあ、ではマゼラボルトいきます。それではボスラッシュ4体目、マゼラボルトいくね。こいつも遠距離からが戦いやすいじゃ戦いやすいよね。でもまあ近接も遠距離も同じくだけど、攻撃にはほんと注意。もうピヨってからのラッシュとかで死んじゃう。おーっと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 、思いっきり食らってる。油断しすぎ。はい、ヘッドクラッシュはね、ちょっと見てからじゃ回避が遅いんで要注意ですね。うん、チャージ攻撃はある程度残してた方がいいのか、の方が緊急回避になっていいね。じゃあ、でも俺としてはやっぱり近接でガシガシやりたいね。まあまあやるって言っても通常攻撃ほぼほぼしないんだけどね、通常攻撃ほぼほぼしないんだけども、できるだけなら近づいていきたい。はいはいはい、でもまあ見て攻撃できるからいいね。やっぱこの遠距離系は戦いやすい。 OK、じゃあ黄昏の方が向いてるのか。でもね、黄昏はちょっと待ち時間が長すぎてね。やった、豆発見。ここで攻め込む。 OK、 無敵豆最強やねこれ。よーし、 OK、 あと少し、ちょっと敵の攻撃を避けて決める。おーっと、キャンセルさせたか。やるね。はい、最後吹っ飛ばされたけど4体倒し終わりました。楽勝だったね。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。